さあ見てきて、こっちのカメラ、ビデオカメラの方に戻しましたけどね、すごい人なんだね。いやー、もうだって大渋滞になっちゃってるもん。ああああ、浜宮さんも空いてるじゃん。すごい大盛況になってるんで、あれですね。さっきのあのアンコロムチョケクの天幕があるんや、これ、これ。へぇー。あ、すごい。俺返したところで、これ、車通れんよな。すげえな。そう、タイマーがすごいですね。まさか、波持ちやつに来た、正直今回のね、企画思いついた時にはね、おっと、あ、こんにちは。あ、ここでも持ち帰るんか。そうだな。いろいろ売ってる。いや、ちょうどしかも、花もね、見頃で良かったですし、牡丹とか藤もね、ちょうど咲いてる時期で、めっちゃいい時期に来たね。いや、そう、だから、取れ高がね、最初、この企画思いついた時に思ったのが、こんなね、途中と半端な駅ってどうすんねんって、まあ、実際道中そうだったじゃないですか。もう無理やり、だから散歩しまくったっしょ、今回。なんとか歩いて取れ高をって言って、伊勢田駅のあたりなんで、かなり、やばいかな、もう天一食う、ここが、下手すりゃ、天一食うのが一番のフィナーレになっちゃうんじゃないかと、いうふうにもね、思ってました。まあもちろん天一はいいんですよ。天一大好きなんでね、いいんですけど。京都奈良巡ってね、一番の早いと天一まで、ちょっとさすがにまずいでしょうと思ってたところでね、ちゃんと21番でありましたね。これちょっとまずいですね。さすがに国宝8つ、重要文化財が40個だったかな。見て回ると当たり前のように、指定重要文化財が、の札が、パカパカパカって、止まっていて。建物も、奈良時代、なんか700年とか、6世紀とか7世紀に作られた、7世紀、8世紀か、とかにね、作られた、建物とかが、書物やら、が、ゴロゴロゴロっと置いてあるんだ。えげつないぐらいの、歴史観でしたね。すごいですね。まあ、ぜひね、これはね、全然、行ける距離ですね。タイマジ、タイマジ駅、からね、駅から全然歩いて行けるところですから。あ、で、これ、行動あれですね。その今、牡丹の祭りの時期なんで、あれで出してるんですね。あれの、絵頭がめっちゃ気になる。絵がちゃんと。すごいな。この辺りは立派な作りだ。景観が、山頂らしくなったのもいいですよね。さあ、ぼちぼち戻っていこうか。ちなみにさっき言った奥の院はその、いろいろホームテーマあったので、そこのところをね、一緒に見てきて、そことセットな感じでね、ボタンも見れるようになってたんで、そこに行きましたけど、他にもね、いくつかあって、大きく4つあるって言ってたっけな。ところで、それぞれでこう、管理して、運営してるっていう感じらしいんですけど、よいしょ。それで、今回はね、あっちの方に行きましたよと。そしてタイマジェラテンポですね。あ、
この辺もお店開き始めてるね。篠原寿司ね。ああ。なんかすごいかな。あそこ、ラーメン屋さんなんだ。カツ。すごいね。このいかつい字書いてカツなんだ。あの、辺じゃなくて、なんて言うんだっけ、作り左側が、あの、ブスになるやつですね。ああ、右側が。へぇで、左側の字があれ、カツが、そうですね、あの、諸葛亮孔明とかのカツの字ですもんね。ああ。すご。いやー、見どころ十分でしたね。もう、え、ここか。アポダホールかってなったけど、その横、ここか。ここか、相撲。あそこがか、相撲なりになってんだ。へぇへぇへぇ。なんか、狂ってきますもんね。江戸時代のやつとかが、あ、デート自体やったら新しいまだ300年ぐらいやんっていう不思議な感覚になってますね。で、そこか。ハイマ工場があって。これ、ハイマ工。あ、さっきの行列はさすがになくなりましたね。で、ここが相撲館。相撲発祥の地として。韓国休憩所がありますね。ちょっと、さすがに、じっくり蒸しすぎた。あ、早っ。あ、もうそんなすぐ売り切れるんや。はぁ。あ、それであんな並んでたんだ。いやいやいや、花より、花より単語なんか思ってませんからね。大丈夫ですよ。団子はね、いつ来ても食べれますからね。あ、でも、よもぎもちってことはあれか。この時期が一番旬のやつやから。あー、そっか。よもぎもちょうど、よもぎもちもちょうどそっか。あ、だからそういうことか。え、すご。だからすべてがコンボしてんだ。ね、お参りもして、で、花が、牡丹の花がきれいに咲く季節に、この時期に採れる美味しいよもぎをお餅で、召し上がれという、すっげえ。めちゃくちゃいいですね。これまた来てえな。さすがに、これ重要文化財の数と国宝の数では完全に、てか、あ、多分、全国トップ IC とかでも、そんなに、な、あ、全部二月堂とかあの辺りとか全部足したら多分あるんだろうけど。なんだろう。言葉を選ぶ、頑張って選んで言うと、正直そんな東大寺とか二条城とかね、あの辺りと比べると多分知名度はね、やっぱ低いじゃないですか。ね、言っちゃった。低いって言っちゃった。うん、まあ、正直、私なんて今回の企画やるまで駅呼び名もわからなかったぐらいですかね。すごい通れる気がしねえ。らいこっちゃすごいな。うわ、これは
これは大変だ。わあわあわあ。疲労艇。はい。うわ。突っ込んじゃったのね。わあ。まあ多分今日が1年の最大ピークみたいですからね。はい、切り返して。ああ、まだここは大繁盛してる。ああ、すっげえ。ああ、ああ、まだめちゃくちゃ積んどるやん。あれ、なんなら行列持ってんじゃん。よし。よ。これはちょっと買うの難儀やな。よーし、ここはね、柔軟に行こう。あ、どっかいまんじゅうか、開いた。おっと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 。すごいね。なんか、駅の規模と、あれが、規模が合ってないんだよな。すごいな。みんな折り返した。そこの、修行物のあれじゃ、すごいね。よもぎまんじゅう買うのちょっと大変そうやから。今15分。何分やき。あ、行った、行った。次33分か。ちょっと時間あるけど、さすがにこれを並んどる時間がない。どっこいまんじゅう買ってみっか。なんか、小麦まんじゅうも気になるけど。よし。